トロイト市警にプロトタイプのアンドロイド刑事を提供したとの情報が入りました。警察をサポートするアンドロイドは数年前から導入されていますが、犯罪捜査を担当する許可がアンドロイドに与えられたのは今回が初めてのケースになるかもしれません。この件に関してサイバーライフに取材を申し込んでいます。まもなくカーテン駅に到着します。Thank you.
だけど。アンドロイドに襲われたって。え、それ本当？
な、頼む、恵んでくれないか。
Thank you.
ジェリコへようこそ。